定番童謡メドレーやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。どんぶりころころ、どんぶりこ。お池にはまってさ、大変。土壌が出てきて、どんぐりコロコロやってみました。今日のガズレレレッスン動画は童謡メドレーです。童謡メドレー、これはですね、この動画があるんですけど、2016年にかつてガズレレ取り上げているメドレーなんです。今やったどんぐりコロコロとチューリップ、幸せなら手を叩こう、海、赤とんぼ、このね童謡コードはね4つ、全部3つプラスたまに Am が入る4つということなんですけど、はい、これ今見ると2016年のねレッスン動画なんでね、これがもうめちゃくちゃ古いんですよ。古いっていうかもう不親切、分かりづらいっていうか、まあ本当ね、だから今回改めてですね、このね、あの今言った5曲って、これ今並んでるこの5曲ってガズレレではもう定番でですね、いろいろな ところで取り上げてるんですよ。過去にも何回もやってます。本にもですね、この本にもこのメドレーが入ってるし、この本にはそれぞれの曲 の楽譜になってたりとかして、あのこれもご活用いただきたいんですけど、今一度ですね、初心に帰ってですね、ベテランの方も初心者の方も一緒にこの、童謡やっていこうよということで、またこれやっていこうと思います。はい、今も言ったように今日はあの取り上げる曲はコード3つとか、たまに Am が入って4つみたいな感じで出すですから、ね、やってみてください。はい、ウクレレやってみたいな、面白そうな、できそうだなと思った方、すぐできます。はい、ガズレレでね、始めたらもう楽しくできますから、概要欄にね、そのスタートできる URL 貼っとくんで始めてみてください。はい、今日出てくるコードはね、主に C、はい、下1本です。F はここ斜め。こことここ2つ押さえるだけですよ。はい、G7 はこの3つ。はい、これちょっと難しいけど、F からだとこう三角形で、ね、斜めにする。はい、で、Am、一個だけという、この四つを使ってやっていきます。この辺のことがさっきのね、概要欄に貼ってあるところに、わかりやすいレッスン動画として並んでるんでですね、まず見てもらいたいんですけど、まずどんどんやっていきましょう。今日はね、本当にシンプルに簡単に、ゆったり、簡単バージョンのみでございます。はい、使うウクレレは、初めてウクレレ。この初めてウクレレ、Gラボのね、入門者用、あの、初心者さんにも特化したね、あの、リーズナブルで始めやすくて軽くてね、音が良くてね、もうほんと最初の一本におすすめ。はい、これ、Amazon で即時にゲットできるようになってますんで、Amazon で初めてウクレレゲットしてみてください。はい、今日はね、もう本当にシンプルにいきますよ。どんぐりコロコロ改めていきます。ワン、ツー、サン、はい。どんぐりコロコロ、どんぐりコロ、お池にはまってさ、大変、土壌が出てきて、どんぐりコロコロですけど、もっと深くやりたいなという方もね、あのこのレッスン動画もありますから、これもあの全部の曲、これ個別の曲もありますけどね、今日はメドレーなんでどんどんいきます。その次はですね、チューリップです。いきます。ワン、ツー、サン、はい。これももちろんチューリップだけのレッスン動画ございます。概要欄にこの辺も貼っておきますね。はい、じゃあどんどんいきます。次の曲は幸せなら手を叩こう。これは元気になっちゃう曲です。ゆっくりいきますよ。ワン、ツー、はい。幸せなら手を叩こう、パンパン。幸せなら手を叩こう、
叩こう、パンパン。幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう、パンパン。はい、これ一番だけですけど、これもやってくださいよ。こっちではいろんなとこ叩いてますから、手だけじゃなくて。ちょっとこれも見てね、これも概要欄に貼っときます。こんな感じですよ。あ、だから今もねずっとコード、これここまではだから全部コード3つしか出てきてない、ね、C と F と G7 で、はい、どんどんやっていきましょう。はい、次からはですねちょっと特徴的になります。3拍子になります。3拍子っていうのは何かというと、このワンブロック、今までは 1,2,3,4,1,2,3,4 だったけど、今回から1ブロックに3回弾く3拍子ということになります。はい、海です。海をやっていきましょう。見てもらったら分かるけど、 CCCCCC みたいな感じで、CCCFFF か、こんな感じで3つ弾いていきますからね。はい、これもゆっくりやっていきます。海、ワン、ツー、スリー、せーの、はい。海は広いの、この日が沈むとこ、ワンブロック3つ、日が沈む、 FFG7 ですね。はい、この辺がちょっとあれですけど、はい、この曲もですね、あのちゃんとこれ個別のレッスン動画あります。今日はちょっとこのイントロダクションみたいな感じですけれども、はい、メドレーですからどんどんいきます。で最後赤トンボ、これついこの間ね、あの夫婦でセッションでもこのね動画でね、あの川っぺりで歌いましたけどね、これを今も歌いたいという、これもねさらっとやってみましょうか。これも三拍子の曲となっております。いきましょう。ワン、ツー、サン、イチ、ニー、はい。夕焼け小焼けの赤とんぼ、追われてみたのはいつの日か。じゃじゃん。いいですね、このたったワンフレーズなの。今も出てきました、ワンブロックコード3つ CCG7C ですね。はい、そういうわけでね5曲やってみたんですけど、楽譜、今映ってたこのテロップで映ってたんですけど、この楽譜もね、書きました。はい、これこんな感じ。まあ本当にちょっとずつの出だしですけど、でもこれでもね初心者さんは、今日始めたばっかりの人はこういうの役立つと思いますよ。あのもしかしてベテランの方も誰かにウクレレレクチャーしたいな、教えたい時にこの動画を活用していただければいいと思うんですけど、はい、楽譜もできております。はい、こんな風に映そうと思うんですけど、これガズクラブでね、ダウンロードできるようにしておきますね。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費で、あのこのガズの手書きのノート楽譜がね毎月5曲お手元にダウンロードできるよという画期的なサービスがあるんですよ。それのところでもダウンロードしておけるようにしておくんですけど、まあまあこれすぐ書けますから、皆さんあの別途こうノートとかに書いてもらうのいいかもしれない。はい、映していきます。はい、まずどんぐりコロコロ、一時停止で書いていってね。そしてここからチューリップです。チューリップももうおなじみですよね。これキッズとかと歌うと盛り上がるよ。はい、ほんと初心者の方はこれでもね結構忙しいと思う。はい、懐かしいね最初の頃が。はいはい、そして幸せなら手を叩こうです。これはあのポイントはここ止まるってところだよね。幸せなら手を叩こう、 G7 で止まってパンパン手を叩く、手を叩いたらなかなかねうまくリズム戻れないですよ。そんなのも楽しんでいただければというような、初心に帰る、これ大事ですからね。はい、一時停止で書いてね。はい、そしてこっからが海から三拍子になります。ちょっとここちっちゃいです、ワンブルク。海は広いな、大きいな、はい、三拍子です、書いてあります、三拍子ってね。はい、この一行だけです、海はね。はい、で最後にやった赤トンボ、これも三拍子です。はい、一時停止で書いていってください。はい、そして出てくるコードなんですけど、さっきも言ったように C と Am と F と G7 のコード4つです。とはいえほとんどねこの3つなんですよ。 C と F と G7、 これ入門コード3つなんですけど、 Am が出てくるのはだからここのね、ここの海のここのワンブロックと、あとは赤トンボのこのワンブロック、ここのここだけです、今の5曲のうちのねここだけです。はい、まあでも Am は簡単だからね、覚え方としては C は上1本、 Am は下1本、 F は斜め G7 です。ちょっとこれもやってみると、 C ってここですけど、はい、みんなから見ると一番下じゃないですか、下
下指1本です。Am は上指1本。で、F はこことここだから、こうやって斜めのイメージを持つ。斜め。F は斜め。G7 はこことこことここでこうくるっとする、ね、ひねってくださいよ。これ正三角形な、三角形です。はい。下1本、上1本、斜めの三角形。これで覚えるのがポイントになります。まあ今ざっくりね、これはね、なんか、シンプルなんですよ。だから、なんていうのかな。テクニックも何もないです。4つで弾いてゆっくり心込めて歌う。最初は楽譜釘付けでも、いずれはですね、もう魂込めて。こういう簡単曲にどれだけ心を込められるか。これがね、音楽の楽しいところですから。はい。でも今日はこれでレッスン動画が終わりと思いきや、まあ今日メドレーなんでですね、最後に本当にメドレーでこう続けて、いこうかなと思います。ちょっとチャレンジしてみてください。それでは、本当にメドレーでやってみる!1、2、3、4! ここから3拍子です。はい。フレーズずつですけど、この一回こうメドレーでつなげてみるとかなりボリュームがあって結構やりがいありますよ。これ皆さんぜひこの順番トライしてみてください。で、途中で3拍子に変わるところがちょっとポイントですよね。はい。で、あとは幸せなら手を叩こうで、本当に手を叩くとですね、あれーってなりがちです。そこも脳トレとして楽しんでいただければというふうに思います。やっぱね、すごい高難度の曲をね、こう、もりもり、脳みそこ活性でやるのもいいですけど、やっぱりこう、たまにはですね、こう、緩めて、本当に歌うことの楽しさとか、なんかこう、僕たちの心の奥底にあるこのね、音楽を楽しむという心を引っ張り出すというの、大事になるかと思います。初心者の方からベテランの方から、キッズからおじいちゃんおばあちゃんからお父さんお母さんから、もう青年からもうみんなでできます。はい。童謡でございます。はい。ガズレレでは他にもたらふく童謡を取り上げてるんで、これ童謡だけをまとめてるページもありますから、概要欄に貼っときますからね。はい。やっていきましょう。音楽っていうのはいろんなスタイルがあって、本当にね、素晴らしいと思いますけど、はい。まあ、やっぱり、基本にあるのはやっぱりこう心を込めて楽しく演奏する。ここに。
になるかなというふうに思います、楽しく音楽していきましょう。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報など、いろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。